次、謎のアイリスさん、あ、アイリスさん2作連続選抜入りおめでとう。最近の話し会では割と好き勝手なこと言わせてもらってる。だいぶ株がなくなってきたのかな。ないです、ないよね、もう株なんてアイリスさんのこと私はとってもとっても大好きだし、会えたら嬉しいなと思ってるので、たくさん会いに来てね。冷たいって言われるけど、対応冷たくないよいつもありがとう、これからもよろしくね、ありがとう謎のアイリスさん。よし、3秒でいきます。ちょっとさっきより人数が増えたので、さっきのペースぐらいじゃないと間に合わないです。ハムさん、いつもありがとう、これからもよろしくお願いします。ハムさん、こちらこそいつもありがとう、これからもよろしくね、ありがとうハムさん。次、下ゆうさん64枚目でみずみが大活躍して、この先シングルでセンターになるまで絶対に応援し続けます。言いましたよ、みずみから絶対に離れない覚悟で応援します。推しはきっと増えたんだろうけど、私から離れないと言ってくれてるので信じたいと思いますありがとう、公開公開で推しが増えたことを発表しました。イエイ、ありがとう下ゆうさん、これからもずっと大好きでいてね、信じてます、離れないって、ありがとう。香港のレックスさん、最初に YouTube の選抜入り発表の知らせが聞いたら涙もこぼれそうだった、ありがとう。夜シフト仕事中なのでなんとかこらえた、これからも応援させてください。もう一回、ま、もう一回、これからも嬉し泣き一緒にできるように頑張ります。よし、香港のレックスさん、ありがとう。嬉し泣きしようね、これからも。お仕事頑張ってね、夜。あ、次、りょうにいさん、選抜おめでとうございます。おちょくなところも重いところもみずみの提出だと思ってますので、もっと自信を持ってアイドルを楽しんでね、これからも応援しています。万人受けじゃないか、俺にとっては可愛いよ、大好き、嬉しい。りょうにいさん、いつも怪我とか心配してくれたり、顔可愛いって褒めてくれたり、本当にありがとう。4人さん、これからもよろしくね、ありがとう。次、 AKB 本箱おじ言えてるよねみずみん、初選抜おめでとう、おめでとう、これまでもこれからもずっと応援してるからね、ありがとう。本籍とか言ってごめんね、もう言えます、本箱おじ。でも会いに来てくれた時にね、本箱なんだよって教えてくれて嬉しかった、優しく。いつもありがとう、だからもお願いします。次、サトジックさん、来たそのクールビューティーなビジュアル、貪欲さ、ねえ聞いたことある、負けん気の強さ、最高の武器です。ただそのまま突っ伏して寝てしまうのはそろそろやめましょう。え、ちょっとここは聞いたことない。連続選抜、そして一つ前に立ったことおめでとう、自信になって後からついてくるものさ、ありがとう。サトシ君さん、ちょっと最初聞いたことあるやつだけどいつもたくさん笑わせてくれてありがとうございます、大好きだよ、ありがとう。ね、寝るのはやめます突っ伏して寝るのはやめます、気をつけます、ありがとう。次、ナッカーさん、お仕事中かな、お仕事終わったかな、いつもお仕事が忙しい中会いに来てくれてありがとう。ナッカーさん、これからもよろしくね、みんなあのスクショの、あの準備はよろしくお願いしますね、自分がいつ来てもいいようにでは次、ゆたかさん、あ、ゆたかさんもいつも応援ありがとう、これからも豊さん応援してください、ありがとう。次、あ、ゲンさん、ゲン、みずみん応援するのが楽しくて幸せ、とても大切な時間です。いつも楽しい世界をたくさん見せてくれてワクワクさせてくれてありがとう、これからもたくさん応援させてください、今作もたくさん思い出作ろうね、最高の夏にしよう、ゲンさんありがとう、最高の夏にしよう、
嬉しい。これからもずっとずっと応援してください。推しはもう増やさなくて大丈夫だよありがとうね。最高の夏にしようね。次、たけさんね、水島筋肉やめて本当選抜おめでとう。そろそろ粉チーズがほっこりしくなってきたでしょうか。筋肉鍛えといてね。いや、ふざけたことしか言えないのか、たけさんはいつもやらせてくれてありがとう。お話し会もたくさん来てくれて嬉しかったよ。これからもよろしくね。倒しじゃねえだろ倒しじゃねえだろ、虫増やしすぎなんだよありがとう、たけさんあ、そらまりさん、選抜おめでとう。気をせずに楽しく活動してくださいね。応援してます。そうね、楽しむのが一番だから、楽しんで活動したいと思います。一緒に楽しんでアイドル頑張りましょう。アイドル頑張りましょう。応援してくれたら嬉しいです。楽しんで、私もアイドル楽しんで頑張ります。ありがとう、ありがとう、そらまりさん。ちょっとできたかな、スクショ早かったら言ってくださいね。マクレガーさん、リアタイできないけど楽しみにしてます。パシフィコ横浜で会いましょう。会いましょう、マクレガーさん。マクレガーさん、マクレガーさん、よし、ありがとう。お仕事中なのかな、リアタイしてないみたいだけど、パシフィコで会おうね。ありがとう、よし、ありがとうございます。次、ノームさんだ。仙台ファンミ以来、劇場もタイミングあっても当たらない。次はいつ会えるかな。ね、なかなかね、公演とか当たらない方が多いみたいなので寂しいんですけど、また会える日を楽しみに頑張ります。会いに来てね。ありがとう、ノームさん、心折れないでくださいね。私はずっと待ってます。次、たいすけまるさんだ。みずみ、根づく選抜おめでとう。サインありがとう。丸美人だ、水島美優さん、これからも応援させていただきます。ありがとう丸、ありがとう丸か、ありがとう丸だった、ありがとう丸大好き丸さん、ありがとう。これからも応援してください。次、あ、大ちゃん、泉63枚目シングルに続き64枚目シングル選抜おめでとう。今作初めてお話し会に参加するので、え、嬉しい。大ちゃんありがとう。この機会を機に覚えてくれたら嬉しいです。覚えるまで会いに来てくださいてか覚えても会いに来てほしい。たくさん会いましょう。64枚目の仙台ファミリーも遊びに来てください。ありがとう、大ちゃん。覚えたいので会えるの楽しみにしてます。お話し会とか撮ってくれてありがとうね。次、あ、かなかなさん、こんばんは。みずみんさんが自分のペースで、そして自分の思うように活動ができますように、無理しない程度にファイトです。かなかなさん嬉しい。振り返握手会の時手振ってくれて嬉しかったよ。また握手会待ってるね。かなかなさんありがとう。いつも優しい言葉ありがとうね。次、よしひこさん、8月11日にのワンショットサイン会撮ってあるので楽しみにしています。おー、うれしい。8月11日待ってます。よしひこさん、ワンショットサイン会、サイン当たるかな。ありがとう、またサインかけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ちょっとペース早いかな、でもいっぱいあるから大丈夫かな。次、よいちさん、今回のシングルもサイン書いてもらえてとっても嬉しい。みずみんしか、過去多分、多分ってなんだよ、昨日から多分って言いやがってなっちゃって。大好きだよ、よいちさん、いつも遠いのに会いに来てくれてありがとう。多分はいらないよこれからもみずみんしかです。ありがとう、いつもありがとう、こちらこそありがとう。次、せいかくん、14日に握手会行きます。初めて行くので楽しみです。嬉しいです、初めて、待ってますね。せいかくん多分ね、初めてさ、私のとこに会いに来てくれる人ってすごい勇気を出してくれたと思うので、絶対に楽しい時間にしましょう。待ってます、せいかくん、ありがとう。
時間余るペースちょっとゆっくりいくか。じゃあ、ネタロウさん連続の選抜おめでとうございます。多彩な才能はあるかな。いつも見させていただいております。ありがとう、添えてくれて。これからも新しい才能を期待して応援させています。応援しています。頑張ってください。ありがとう、ネトレさん、ネタロウさん。ショールームとかもたくさん来てくれたり本当に嬉しい。これからもね、じゃあ多彩な才能って言ってもらえるように頑張ります。サインありがとう。こちらこそありがとう。次、堀ちゃんたけしくんありがとう。サインありがとうございます。星彦横浜で会いましょう。会えるのは VR 公演以降以来かな。好きなおでんはたくさんウイナ巻きよりよ出た、たくさんウイナ巻きです。ではしたっけ。堀ちゃんたけしくん VR 公演ぶりか。タコさんウインナー、タコさんウインナーが合言葉です。ありがとうね。また待ってるね。パシヒコか、パシヒコで待ってます。ありがとう、はい、おでんはタコさんウインナー巻きまたね、待ってるね。ありがとう。あやまるちゃん、2作続けて選抜入りおめでとう。ツアーも楽しみにしてるよ。また地元トークしようね。しようね、あやまるちゃん。嬉しいの、いつも会いに来てくれると。地元トーク、地元のいいところ言うのすごい好きだから、また地元トークしようね。ありがとう、これからも応援よろしくね。大好きだよ。ありがとう。次、あ、りょうちゃん、りょうちゃん元気？また会える日楽しみに待ってるからね。りょうちゃん、お仕事大変になったって言ってたけど頑張れてるかな。りょうちゃんありがとうね。自分のペースで頑張ってね、りょうちゃん。ありがとう。次、高徳さん、選抜入りおめでとうございます。握手会も再開されたのでめちゃくちゃ会いたい気持ちが募るこの頃ですね。え、見舞いたい。画面越しではなく対面で応援できる日を楽しみにしています。高徳さんありがとう。見舞いたいよ。会える日もし見つけたら会いに来てね。いつも応援してくれてありがとう。ありがとう高徳さん。次、星野ひかりさん、みずみんこんばんは。第64枚目シングル発売おめでとうございます。ありがとうございます。そしてみずみんが再び選抜入りしたこともおめでとうございます。嬉しい。 MV の中のみずみんはとても可愛いです。次にみずみん会えるのをとても楽しみにしています。星野ひかりさん、嬉しい言葉をありがとう。そしてたくさん のおめでとうをいただけてとっても嬉しいです。これからも応援してくれたら嬉しいです。参加してくれてありがとう。星野ひかりさんありがとうございました。次、アニーちゃん、選抜おめでとう。何事にも一生懸命に取り組むみずみのこと好きだよって。やったね、みもアニーちゃんのこと好きだよ。嬉しい。なんかいつも嫉妬させようとしてくるけどでもそんなアニーちゃんも好きです。ありがとう、兄ちゃん。これからもよろしくね。あ、次、ブルーイン台湾さん、みずみん、先回お疲れ様。みずみんは本当に可愛すぎる。いつも褒めてくれる。公演も TikTok もショールームも全部目が離せない。寝るときも見れなくて困るよ。夢の中でも会いたいな。夢の中でも会おうね、ブルーさん。いつも応援してくれてありがとう。また会える日が私も楽しみです。ちょっと待ってね、今見せます。ブルーさんありがとう。ありがとう。今日もとっても可愛い、大好き、ありがとう。今日も大好き、ありがとうね。次、ラスカールさん、お、なんかちょっぴり気になってたりします。ラスカールさん、私知ってますよちょっぴりじゃなくてたくさん気になってください。会いに来てください。そして待ってます。ラスカールさんありがとう。ずっと待ってますよちょっぴりじゃなくて好きになってもらえるように頑張ります。ありがとうね。
次、あ、ぬのさんだ。選抜おめでとうございます。綺麗で可愛いみずみんさんの活躍、これからも楽しみです。ぬのさんも本当にたくさんありがとうね。これからも楽しい時間、お話し会よろしくお願いします。ありがとう、ぬのさん。よいしょ。あ、スインチさん、みずみん連続選抜本当におめでとう。前のシングルでも僕からのメッセージを読んでくれてありがとう。こちらこそだよ、このシングルもありがとう。次もその次のシングルでも読んでほしい。私も読みたい。これからは握手会も積極的に参加したいです。会いたいね、みゆも会いたい。9月の横浜コンサート行く。え、待ってる、嬉しい。横浜で会いましょう。じゃあ握手もね、来てね。ありがとう、しんいちさん。ウィンク可愛かった、見てくれて嬉しい。ありがとうね。次、みなぱまさん。最近ちょっと真面目に接して接しすぎている気がするので、このシングル各イベントでは初心に戻り、もっとふざけようと思います。よろしく。いや全然今でもふざけてるよ、真面目な話全然できてないからね、みなぱまさんと。でもね、これからもふざけ続けていきましょう。ありがとう、いつも。これ以上ふざけたらどうなってしまうのでしょうか。楽しみに待ってます。最近大真面目です、あれで。次、てっぺい。みゆにとって勝負だと言ってたから、力入れるように、力になれるように応援するね。みゆの笑顔と存在が俺の生きがいだし、これからもずっと水嶋みゆが俺の唯一の推しだよ。水嶋みゆは人生。それな、水嶋美優は人生だよね。他の人に目がくらむことなんてないよね。ということで、てっぺ、これからも人生でいさせてください。あ、プレゼント劇場に届けといてよ。え、嬉しい、ありがとうね。目移り禁止。では次に行きたいと思います。あ、阿部寛さん、みずみんの活躍が眩しいです。ツアーは仙台の一部が当たったので、フォトグラファー席からみずみん専用カメラになれるのを楽しみにしています。阿部寛さん嬉しい。え、みずみん専用カメラよろしくね。たくさん可愛く撮ってくれたら嬉しいです。そしていつもありがとう、ありがとう。やばい、早いかなペース。もうちょいゆっくりでいけそうかな。すごい、そっか、フォトグラファー席があるから間違えられませんよ、ツアー。頑張ります。失礼しました。次、うるちゃん。 AKB 公式の選抜発表で一番最初にみずみが出てきた時、涙が溢れてきました。ありがとう。負けず嫌いでちょっぴり泣き虫のみずみんが大好きです。これからもずっと応援しますね。ね、もうずっと応援してくれてる。私も嬉しかった、こうやって選抜に入れてまた一緒に喜べて。うるちゃん、いつもたくさんの応援ありがとう。これからもずっと一緒に支えてね。一緒に支えてね、支えて一緒に頑張りましょう。ありがとう。ね、どっから声出して。ありがとうね、またお話しようね、会えるの楽しみだよ。次、あ、ちょっと鼻かゆい。はい、では次、じゅんさん。何時でも真面目に全力すぎるので、セーブできるところはセーブしてね。優しい。じゅんさんもいつもありがとう。じゅんさん、たくさん寝てね。たくさん寝てたくさん食べてくださいね。ありがとう。寝ないだろうけど。じゅんさんは夜更かし仲間なんです。でもちょっと寝てほしい、ちゃんと。私が言うからもっと夜更かししてるってことですね。たくさん寝ましょう、ありがとう。浜浅さん、連続選抜おめでとう。そろそろ押し始めて2年を迎えますが、あの時から大きく成長し、今では AKB を引っ張る側の存在になってきたこと、嬉しく思います。いつも長い間ありがとう。いつも本番では楽しさに何だかこなしている姿に日々の努力がうかがえます。ありがとう。これからも活躍も期待してます。ハムマサさん、ありがとう。ハムマサさん、サマステとかだよね。違う、最初のフェスで目の前になって、でうちは持っててくれて、そっからもうずっと応援してくれてる。
浜松さんありがとう、これからも応援よろしくね。 OK、 スクショできる感じだったよね多分今。何年もこの先何年もよろしくお願いします。では次、直哉さん、64枚目シングル発売おめでとうございます。この日をとても楽しみにしていました。めっちゃ嬉しいです。私も嬉しいね。またこうして選抜に選ばれて、こうしてリミスタもできて名前を呼べて嬉しいです。次のシングルも入れるようにこれからも応援してください。直哉さんありがとう、ありがとう。次、佐賀魂の遠征者ありがとう。みゆさん、ついに北海道から全国一のアイドルになりましたね。言い過ぎね僕のこと忘れないでほしいので手紙書き続けます。忘れません、癖が強いのでチェキもあと3枚取りたいな。なんで3枚なの、もっと取ろうよ。みゆさんのメンバーこれからも覚えないぜ。半押しでよろしくお願いしますよ。今日も男前だね男前って言ってほしいんだよねそんなことないですか、遠征者。でも本当にさ、北海道からさ、北海道遠いのに本当にたくさん会いに来てくれてありがとう。これからもたくさん会いに来てね。チェキは3枚以上取りましょう。ありがとう、行ってほしい。やば、男前だね、ありがとう。あ、クリンピーさん、制服が本当にお似合いですね。え、まだいける嬉しい、お似合いですねって。この前もお話し会でさ、あのお洋服褒めてくれて嬉しかった。クリンピーさんはいつも褒めてくれます。優しいファンの方ありがとう、ありがとう。あ、まやちゃん、連続選抜おめでとう。みずみんの努力家のところ、ファン思いなところ、人柄すべてが大好き、嬉しい。もっとみずみんと距離を縮められたら嬉しいな。これからも末永くよろしくね。まやちゃんありがとうね。これからもたくさんいっぱいお話しして仲良くなろうね。でももう結構仲良しだよ。いつも優しく応援してくれてありがとう、大好きだよまやちゃん。行こうか、ありがとう、会える日楽しみにしてるね。好き好き、みやも好き好きありがとう。あ、ひよちゃん、ひよちゃん2分もありがとうね。ちょっと待ってね、書いてから読みます。はい、ちょっとゆっくりペースになります。ひよちゃん、改めて選抜おめでとう。新曲最高だね、いっぱい聞くし見るし友達にもおすすめしとくね。また歌詞動画いっぱい作るから楽しみにしてて、大好きです、いつもありがとう。学校はどう、慣れたかな。これからも応援してね。ひよちゃんありがとう、大好きだよ。あ、こしょうさん、え、嬉しい。こしょうさん、みずみんまた選抜入りおめでとう。辛くても何事も真摯に取り組むみずみんを見るたびに毎回すごい人だなって思わされてます。尊敬です。これからもいいことが続きますように。ありがとう、こしょうさん。またね、会いに来られるとき会いに来てね。家事とかも毎日頑張ってて本当にお疲れ様です。これからもまた会えるの楽しみに待ってます。こしょうさんありがとう、嬉しい、優しい言葉ありがとうね。次、よっさんだ、よっさん、昨日もありがとうね。2作連続しての選抜入りおめでとう。今回もしっかりと楽しんでください。楽しみます。そして一緒に楽しみましょう。お話し会とか待ってるね。昨日も素敵な映画を見せてくれてありがとう。またよろしく、またよろしく、ありがとう。次、神戸のおかんね、わかるよ、もうわからないかもって言ってたけどわかるからね。みーちゃん、2作連続の選抜入りおめでとう。やったやった、みーちゃんの歌詞や振り付けの意味を汲み取って表現してくれるところ好き。
恋積んじゃったの見せどころまた教えてね、教えますこれからこのシングルでどんなみえちゃんが見られるか、すでにワクワク一緒に楽しもうね。いつもありがとう、ラブだよ、ラブだよ神戸のおかんめっちゃ面白い、全然わかるんだけど。みーちゃんもまた会える日楽しみにしてるからね。あ、やばい、神戸のおかんかこの前もお話し会ありがとう、楽しかった、大好きだよ、ありがとう、また会おうね、待ってます、ありがとう次、山城さん、ありがとう。名前と名前を直ったことは一度だけなので覚えてないかもしれませんが、顔を覚えていてくれたことは嬉しかったし、会いに行くたび明るい気持ちにさせてくれる最高のアイドルに出会ったと思っています。でも頑張りすぎて無理だけはしないようにしてください。山城さん、名前も覚えてる、顔もね多分覚えてるんだけど、まだねちょっと位置できてないかもしれないので、また名前教えてくれたらすぐに覚えます。山城さん、ありがとう。なんかさ、顔覚えてくれて嬉しかったって言ってくれて嬉しいしさ、でも絶対覚えたいの私、山城さんのこと、こんなに優しいこと言ってくれてさ、絶対覚えますね、山城さんのこと。なので次会いに来てくれた時また名前教えてください、顔と名前を一致させます。また会いに行きます、また待ってます、ありがとうね、本当に優しい言葉、最高のアイドルに出会った、その言葉が私が頑張れます、これからも頑張ります、ありがとう、優しい、大好きです、ありがとう。次、ともさん、素敵な時間に、うわ、ともさんらしいな、この言葉、ともさんとのお話しする時間もとっても大好きなので、これからもお話ししようね、ありがとう、素敵な時間にしていきましょう、ありがとう、ともさんらしい言葉これからもよろしくお願いします。次、ワイエスさんだ、ワイエスさん、連続選抜おめでとう、 AKB の看板としてどんどんファンを呼び込もうね、これからも楽しみしかない、看板になれるようにもっともっと頑張っていきたいと思います。ちょっとまだね、看板になるまで遠いかもしれないけど、でも看板って思ってくれてるんだよね、嬉しい、ありがとう、ワイエスさん、また会いに来てね、ありがとう。次、アッキーさん、ありがとう。今回握手会行けなくてごめんね。いつも応援してるので怒らないでね。分かってるよ。お仕事大変だもんね。でも会いに来られるときは会いに来てね。劇場とか待ってます。いつもたくさん応援してくれてありがとう。多分お仕事中かな、これも。ありがとう、アッキーさん。次、ゆうたんたんさん、みずみん推しになって握手会や劇場公演に行って幸せを実感しています。みずみんは美人で可愛いし、推し思いなところが大好きです。劇場に行くとみずみんからの爆裂祭りで、帰るときは欲しい状態になっています。みずみんは完璧で究極アイドルだよ、ゆうたんたんさん。そうそう、さん抜きで呼んでね、ゆうたんたん、オッケー、さん抜きねゆうたんたん、ちょっとさん抜きでこれから呼べるようにちょっと練習します。本当にいつもさ、ウィーバースとかでもさ、握手会とかでも優しい言葉とか優しい応援ありがとうね、大好きです。これからも劇場に来るのとか大変だと思うけど、会いに来てね、ありがとう。のりたまさん、2作連続選抜入りおめでとう。このシングルでも選抜メンバーとして活躍姿を見ることができるのが本当に楽しみです。わあ、のりたまさん、ありがとう。このシングルでもたくさん私の方見ててくれたら嬉しいです。のりたまさん、あ、見てくれてる、ありがとう。最近ね、ショールームも会いに来てくれたりしてありがとう。
たくさん見てね、このシングルも。これからもよろしくお願いします。ひこっち2作連続選抜入りおめでとう。みずみの笑顔にいつも元気をもらってます。これからも応援してるよ。ひこっちありがとう。ひこっちとの時間もとってもね楽しくて安心する存在です。ひこっちはいつもありがとうね。あ、ありがとうって。こちらこそありがとう。これからも会いに来てください。ずっとずっと応援してね。ありがとう。カズさん、いつも応援してます。握手会や劇場公演でみずみを見ると幸せな気持ちになります。一生みずみ推しです。一生だよこれからも積極的に握手会や劇場通います。嬉しい。みずみもいろいろ大変だと思うけど頑張ってね。応援しています。カズさん、ありがとう。お話し会もありがとう。またね、公演とかで振ってね。いつもありがとう。たくさん優しい言葉をこれからも応援してね。ありがとう。あ、おささん、連続での選抜入りおめでとう。初めて生で見たとき想像以上の迫力すごかったね。もう見てくれたから。今作もリリースイベントもあるだろうし、ツアーもあるから忙しくなりそうだけど、今年の夏も一緒に駆け抜けようね。最近思うんだけど、やっぱりステージで踊って歌って踊るみゆちゃんが一番す、すで止まるな。本当に木まで言えよでも真面目だねやっぱり分今回も真面目だから。でもちょっとふざけたね最後。木まで書いてください。いつも好きって言ってください。ありがとう、おささん。次の握手会では好きまで聞きます。よろしくお願いします。これからも最高の夏にしようね。次、文字数足りません、嘘つけ次、パンチョさん、連続選抜入りおめでとう。日々進化するみゆちゃんが日をごとに頭から離れなくなりました。嬉しい。横浜の握手会や全国ツアーなど本家はたくさん推し活ができそうです。次回作も専属選抜入りが継続できるように一緒に頑張りましょう。これからもよろしくお願いします。パンチョさん、ありがとう。パンチョさんはもうミユしか見えてないって思ってる。初めてのリミストです。嬉しい、ありがとうね。もうずっとずっとミユしか見ないでください。信じてます。ね、これからもずっとずっと選抜に入ってこうしてパンジョさんの名前が書けるように頑張ります。これからも応援してね。ありがとう ありがとう。次、シントン抜け駆け投資さん、ありがとう。2回目。最近シントン2分もありがとうね。また会いに来てね。見てくれてるかな。よし、いつも応援してください。これからもありがとう。よいしょ。次、ダメ男さん。ダメ男さん、7月13、14日に5年ぶりくらいに握手会に参加します。5年ぶり、嬉しい。ずっと気になってたので初めましてですがよろしくお願いします。ありがとうございます。5年ぶりに来てくれる人になれました。私嬉しい。ずっとずっと待ってます。ダメ男ですって言ってくれたらすぐ覚えれそうだな。インパクトの強い名前です覚えたいので会いに来てくれるときは名前を伝えてくれたら嬉しいです。はーい握手しようね。ありがとう。待ってます。これからもっと好きになってもらえるように頑張ります。圧強めでいきましょう次、まさひろさん、サインありがとう。みずみのサインがもらえて嬉しいです。こちらこそかけて嬉しいです。
大切にします。これからも応援するので頑張ってください。握手会にも行きます。嬉しい、握手会でも待ってるね。大切にしますって言ってくれるのがさ、すごく嬉しい。喜んでもらえてるんだなって思って嬉しいです。握手会も楽しい時間にしようね。ありがとう、待ってます、いつもありがとう。次、清正さん、握手会に行きます。その時はよろしくお願いします。お、清正さん握手会待ってます。すごい嬉しいね、直接会いに来てくれるって。やっぱり直接会えるとなんか画面で見るよりね、まあ、画面で見ててもずっとすごい楽しいんですけど、握手ができるっていうのがすごく嬉しいので会いに来てね。ありがとう清正さん、楽しみに握手できるの嬉しい。次、ひろりんさん、64枚目シングル選抜おめでとうございます。みずみよん AKB コンサートの2階のパフォーマンスを見て一目惚れしました。2階から見て一目惚れ、嬉しい。これからも応援してます、頑張ってください。最高、ひろりんさん2階からなんだ。それぐらいなんか印象に残るパフォーマンスができてるってことを教えてくれて嬉しかった。これからも2回でも誰にも負けないくらいいいパフォーマンスができるように頑張ります。ずっとずっと応援してください。ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しい、ありがとうね。仙台のコンサート行きます。え、じゃあチカチカ会えますね、楽しみにしてます。その時も大きく踊ります。次、アイジさん、選抜おめでとう。いつもみずみに癒されてます。これからもたくさん楽しい時間を共有できますように。大変なことが多くあるかもしれないけど、目標に向かって自分を信じて頑張ってね。応援してます。本当にたくさんの応援してくれるアイジさん、いつもありがとう。なんかアイジさんの時はいつも落ち着いて話してる気がする。これからも会いに来てね。そして自分を信じて頑張りたいと思います。アイジさん、ありがとう。癒されるって言ってくれた、嬉しい。声大きいけどね、癒しても癒せてたら嬉しい。ありがとう。次、ヤスさん、2作目の選抜入りおめでとうございます。立場が変わっても妥協せず努力を続けられるあなたは本当にすごいです。ありがとう。日々頼もしくなる姿を見守ることができてきて日々頼もしくなる姿を見守ることができて嬉しいです。今作も充実した楽しい期間になりますように。いつもありがとう、大好きです。チュッチュチュッチュは受け取りません。ヤスさん本当にもうね、ヤスさんお披露目してすぐに見つけてくれて、だからもうね、初めて会った時からね認知済み。確かグループ握手会で、あ、ヤスさんだってなってた記憶があります。それぐらいずっと昔から応援してくれてありがとう。チュチュはいりません、ありがとう。歴代最高の存在になります、待ってろ、ありがとう。次、なおたくさん、いつもキラキラとした姿を見せてくれるみずみのことが大好きです。キラキラしてるって嬉しい。今年の夏は17期昇格記念ライブのツアーで一緒に楽しい思い出を作りましょう。作ろうね、なおたくさん。この前サイン初めてかけたんだよね。今回もかけて嬉しいです。なおたくさん、たくさん応援ありがとう。これからも応援してます、ありがとう。これからもずっとずっと応援してください、ありがとうね。サイン楽しみにしてます。しっかり書いたので待っててね、ありがとう。あ、のりさん、いつもストイックに頑張るみずみんちゃん、2度目の選抜おめでとう。体と心壊さないように乗り切ってね。優しいね、心身ともに体を壊さないように頑張ります。たくさん支えてくれたら嬉しいです。ちょっと汚くなっちゃったハート、もう一回書き直します。ハート書くの下手になってきた。のりさんもいつも優しい言葉をかけてくれて、私は頑張れますよ本当に。
これからも温かく見守ってね。ライトなので全然そんなことないよ。ありがとうね、嬉しい、ありがとう、申し込んでくれてありがとう。森さん、次みつさん、今回のシングルも選抜おめでとう。嬉しいね、嬉しい。これからもみゆちゃんがたくさん頑張っていることが一つ一つ実を結びますように。でも頑張りすぎにも気をつけてね。ありがとうみつさん。みつさんが来ると安心します。いつも安心しますしかいっぱい言っていっぱい言ってるんだけど、本当にね安心するんです。これからもなんかもう温かい笑顔を見せてねいつもありがとう。こちらこそ大好きだよ、ありがとう。ひりおあさん、みずみんが頑張っているとこちらも頑張れます。嬉しい、これからも一緒に頑張ろうね。ひりおあさん、ひりおあさん、よいしょ、一緒に頑張りましょう。辛いことも2人で乗り越えていきましょう。いつもありがとう。これからもよろしくお願いします。お、ふみひこさんだ。ふみひこさんもいつもありがとう。ふみひこさん64枚目シングルも会いに来てくれたら嬉しいです。てかもう会いに来てくれたよね。みずみずっとずっとそばにいてください。ありがとう、ありがとう。動いてるかな、あれ動いてる、止まった、あ動いた動いた、よかったよかった、あ動いた、あれ止まってました、あ動いてる、あよかった安心。次行きます。トシちゃん、連続しての選抜おめでとう。嬉しい、トシちゃんありがとうね。私のことも応援してくれて嬉しいです。これからもずっとずっと、あまた あのうちわ持って応援しに来てね。握手会、握手会じゃない、うちわ持って公園来てほしい。公園でも私のうちわも振ってくれたら嬉しいです。そして握手会でもずっとずっと待ってます。いつも優しくしてくれてありがとう、ありがとう、としちゃん。次、タックチーヨングさん、すっかり回復されたようで安心しました。ラブユーミズミン、メールリータークさん、ありがとう。あ、さっきも書いてくれたよね。タックチーヨングさん、ありがとう。いらっしゃるかな、そう、もう咳とかはだいぶ良くなりました。ラブユーミズミン、ラブユータックチーヨングさん、ありがとう、ありがとう。次、あ、沙織ちゃん、みずみん初サインです。サインありがとう、大切にするね。みずみん星屑テレパス毎週見てるよ。みずみんが星屑テレパスに出演することが決まった時すごく嬉しかったよ。これからも毎週楽しみに見るね。沙織ちゃんありがとう。みゆまだ出てないんだけど、星屑テレパスすごく楽しいっていうかお話が素敵な物語なので、ずっとずっと見てね。そして私が出演したら感想を教えてください。ありがとう、応援してくれて、申し込んでくれてありがとう、ありがとう。さおりちゃん大切にしてね、サイン嬉しい。次、大輔さんだ。2作連続選抜入りおめでとう。前回のシングルで選ばれたのが偶然じゃないって証明された感じがして嬉しかったねえ。みおも嬉しい。ミスミンが選抜に必要な存在だと思われるように、公演や握手会とかでもたくさん会えたらなと思ってます。頑張ってね、ありがとう大輔さんね。でも今回もまだまだ安心して入れてるわけじゃないから、
なんかどんどんね選抜に必要な存在だってたくさんの方に思ってもらえるようにこれからも応援してください。大輔さんいつもありがとう。また次のシングルもこうやってサインが書けますようにありがとう。ダンスに応援します。いつもありがとうね本当に昔から。次モーくんだ。モーくん2部もありがとう。モーくんみずみん頑張って。頑張るよ頑張るのでモーくん応援してね。でももうね2部も来てくれてたくさん応援してくれてるね。モーくんありがとう。お、ひろたかさん来ました。 AKB メンバーに認知してもらうために名前をねえ来た。ドクロ終戦うつうつ早々に変えようかと思ってるんだけど名前変えても覚えてくれる PS サインの宛名を頑張ってください。ひろたかさんで来てください。ひろたかで認知しているのでこれで来てください。本当にだからあのお話し会だったのね。ひろたかで来てください。あのちょっと書くの大変です。正直に言ってドクロ商船うつうつ早々もう全然聞いたことないもんだ。全然聞いたことない名前。ひろたかでよろしくお願いします。これからもいつもありがとう。前振りでしたやば。ありがとういつも面白い話を花火師さん。ありがとう。次よしさんだ。癖が強いコメントだったね今。ありがとうよしさん。みずみん2作連続選抜入りおめでとうございます。ありがとう。歌番組などでみずみんのご活躍をいつも楽しく拝見しております。これからますます熱くなると思いますが体調などに気をつけてさらなるご活躍を願っております。素敵な文章ありがとうよしさん。ね、暑くなってきてるから最近お互い体調に気をつけて会える時会いに来てくれたら嬉しいです。ありがとうよしさん。歌番組もたくさん出れるように頑張るから出た時は見てね。お早いかなペース。次リンリノンザングさん、リノンザングさんかな。中国のファンです。7月横浜の個別握手会に行きます。中国から。ありがとう。ちょっと読み方合ってるか今度教えてね。7月の個別握手会でリノンジャングさんかな。リノンジャングさん会えるの楽しみにしてます。そうでもない？時間やばい？よしありがとうリノンジャングさん。7月待ってます。次チャンさん。私はフロリダに住んでいるファンです。ミユちゃん大好き。チャンさん I love youうん、I love you やってる？チャンさん I love you。 続いてアルジャーノンさんありがとう。嬉しい。フロリダからサンキュー。チャンさんサンキュー。また会いに来てね。ありがとう。嬉しい。海外の方も来てくれて服にサイン書いたかと思った。危ない。次いきます。はやぶさ3053ありがとう。2作連続の選抜入りおめでとう。テレ東ミュージックでは最前で見れて楽しかったよ。よかった。来年こそガチで函館で聖地巡礼しようと思ってる。うい嬉しい。エスコンに行って野球観戦もしたい。野球好きだもんね。僕も大学で卒論を書くの頑張るから水見も頑張ってね。ツンデレのことはバレたけど。
ありがとう。そっか、卒論の時期だよね。そうだよね、1個上だもんね。はやぶさ、はやぶささん、衛生地巡礼、もしさ、なんかおすすめのところとかいつでも教えるから聞きに来てね。質問ありがとう。同世代の話、わかった。はやぶさ、ありがとう。これからもよろしくね。握手会とツアー待ってる。ありがとう。次、ムン君、2回目の選抜おめでとう。水面ならもっと高く飛ばれると思います。その時までムン君も一緒に頑張るから。64枚目シングルの活動もまた会える日まで頑張ろう。大好き。ムン君ありがとう。ムン君、うん。嬉しい。また会いに来てね。韓国だから大変だと思うけど。待ってるね。高く飛びたいです。ありがとう大好き、ありがとう大好き、これからもよろしくね。次また会えるの楽しみにしてます。次、長田大輝さん、みゆちゃん選抜おめでとう。この前も覚えててくれて嬉しかったよ。覚えてるよいつもみゆちゃんに元気もらってるよ。新曲歌番組ですごい可愛くて目立ってて嬉しい。こちらこそ見てくれてありがとう。もし辛いことがあっても気にしすぎないでね。これからもずっと応援してるね。大好きだよ。ありがとう大輝さん。長田大輝さん、よいしょ。ねえ、テレビ番組見てくれて嬉しい。これからも温かく見守っててくれたら嬉しいです。また会いに来てね。ありがとう。あ、ハマチーさん2回目かな。ハマチーさんありがとう。いつもハマチーさんは楽しい握手会をしてくれます。お話ししてると本当に時間が早く過ぎていく。ありがとうね、これからもよろしくね。コメントなくてごめん。え、全然だよ。嬉しい、ありがとう。またいっぱい話しようね、握手会で。待ってます。大好き大好き。次、メキシカンサンタさん、デビュー時からすでに可愛かったけど年々綺麗に輝いていくのがとても嬉しくもあり、手が届かなくなっていくことへの寂しさもありますが、全然届かなくなりませんよ。ずっとそばにいます。いずれにしてもずっと応援していくことには変わりはありません。これからも体だけは気をつけて頑張ってね。お互いだよ、体気をつけるのは。嬉しい、ありがとうね。ずっともう本当に入ってすぐから応援してくれてたから、もう3年目になるね。メキシカンサンタさん、ちょっと私以外にも推しが増えていますがそれでもみずみんは特別だよって言ってくれたのが嬉しかった。これからもメキシカンサンタさんの特別な存在であれるように頑張ります。いつも優しく応援してくれてありがとう。これからもよろしくねありがとう。あ、あの歌も頑張ってね。お互い頑張ろうね。次、コミさん、連続の選抜おめでとう。再会も楽しんでください。めっちゃ楽しいこれからも応援していきます。コミさんありがとう。お話し会楽しかった。いつも応援してくれてありがとう。64枚目シングルも応援してね。ありがとう。また来てね。いや、来てくれると思うけど、いっぱい来てくれてるからありがとう。あ、カズマさん、2作連続選抜入りおめでとうございます。2作連続でジャケットサインとっても嬉しいですね。ミエもかけて嬉しい。前作ではオンラインでしかお話できなかったので、今作は握手会にも行く予定なのでいっぱい話したいです。カズマさん握手会持ってます。嬉しいね。え、直接じゃあ会いましょうね。待ってます、楽しみだな。でもオンラインもね楽しいので
これからもオンラインも来てくれたら最高です。ありがとう、いつもこれからもよろしくね。カズマさんありがとう。やばい、めっちゃ早く終わるかも。よし、行きます。のぐちゃん、みゆちゃん、やっと初めましてできたの嬉しかったよ。一目惚れした第一印象も、お話ししてからの印象も、どっちもとっても最高のみゆちゃん、本当に大好き。一生褒め続けちゃうからね。ダン、マジお顔可愛すぎて最高。早く会いたいよね。いっぱい顔褒めてくれてありがとうね。みゆもね、昨日お話し会で初めましてできて嬉しかったし、もう顔も名前も一致してるからまた会いに来てね。ね、あれだよね、のぐちゃん意外とおしゃべりさんで、そう、私おしゃべりするの大好きなんです。AKB ファンに復活させてくれてありがとう。今日も一番可愛いよ、全部が好き。え、もう復活してくれた、見つけてくれてありがとう。のぐちゃんが応援してくれて私は幸せです。これからもずっとずっとそばにいてね。ありがとう。たくさん思い出作ろうね、これからよろしくね。ハウステンボスめっちゃ最高でした。次、栗原武さん、ありがとう。あ、お友達のあざおしです。ありがとう、紹介してくれて、紹介っていうか見つけさせてくれて、ん、わかんない、ありがとう。ちょっと言葉が変になっちゃった。次、栗原武さん、ありがとう。さっきあずちゃんのとこから声が聞こえたな。気まずい、ごめんごめん、そういうちょっとネタです、ネタです。いじりすぎてるね最近、ごめんなさい。怒らないでね栗原さん、こういうしないよね多分。仕事忙しいと思うけど、はい、会いに来てね。会いに来てくれるのずっと待ってます。そして傷つけちゃいそうで怖いって言ってるけど、私もちょっと傷つけちゃいそうで怖いなって思いながらいじっちゃってます。でなんか謝ろうと思ったけど謝れなくてごめんねって言ってたけど、全然何もあれです、謝ることはないです。いつも楽しいお話をありがとう、大好きですって言ったら軽いって言われるんでしょ。お見通しです、いつもありがとうね、これからもよろしくね。ありがとう。あ、次、おにぎり、ケイさん、ケイおにぎり、ありがとう。みずみん、おにぎり、おにぎり。やっぱり書くと思った。2作連続選抜入りおめでとう。選抜発表1番手だったからドキドキ感はなかったけど、めちゃくちゃ嬉しかったよ。確かに安心感の方が多かったね。これからも選抜に定着できるように応援していきますので、今後ともよろおにぎりです、よろおにぎりです。間に合った、よかった。おにぎりね、これからもずっとずっと応援してくれてたら嬉しい。お話し会も楽しかったよ。ありがとう、おにぎり。ありがとうございます。あれ、栗原さんの時見せたっけ、見る。ごめんなさい、見せてないって、見せてない方いたらごめんなさい。ちょっと一回見せておきます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。次、カイトさん、いつも SNS 過去特にインスタを楽しく拝見しております。ありがとう SNS。また TikTok は他のメンバーが撮らない動画をみずみもアップしてくれたりするので新鮮で嬉しいです。私結構昔の曲やるよね。そうなんです、みずみと話をしたいです。声も早く見たいです。ありがとう、カイトさん、嬉しい。 SNS たくさん見てくれてありがとうね。私もお話できる日を楽しみに待ってます。 SNS も結構今多分重要だと思うので、これからもいいねしてくれたり見てくれたら嬉しいです。公演でも待ってるね。ありがとう、申し込んでくれて嬉しい。ありがとう、カイトさん。
次、あ、コリニーありがとう、昨日は昨日、一昨日、ありがとう。この間、初みぐりに引きつに続き初リミスタです。これからもみゆちゃんを応援していきます、よろしくね。水島みゆしか勝たん、嬉しかった、初みぐりコリニーありがとう、また待ってますよ、ずっとずっと応援してもらえますように、どんなみゆも好きでいてくださいね。コリ積んじゃったにならないように頑張ります。うまい、コリ積んじゃった、ちょっとよろしくお願いしますね。初リミスタありがとうね、コリ積んじゃったありがとう、好きです、ありがとう。次、お、マスさん2回目の選抜おめでとうございます。以前ウィバースで送っていた気になってる本リストを着々と読み進めるのが最近の楽しみです。またおすすめがあれば教えてください。嬉しい、マスさん、いつも感想教えてくれてありがとうね。あのオンラインで教えてくれた2冊絶対買って読みますね。え、マスさんがね感想教えてくれると絶対読みたくなるんだよね、マジで。あの絶対読書感想文得意だったタイプ私は分かります。これからもまた会いに来てね、ありがとう、マスさん誕生日お祝いできてよかった、次、あ、レイナッチありがとう、連続選抜やったね、やったね。前回のソロジャケットと並べて飾るの嬉しすぎてワクワクでございます。え、並べてくれるの、これからもこのソロジャケットが増えるよう私もたくさん応援させていただきます。これからも増やしていこうね、ってことはずっとずっと応援してくれるってことだからね、レイナッチ嬉しい、ありがとう。見てくれてるかな、お仕事中、これからも楽しくお話しようね、握手会も待ってます、公演も待ってますいつもありがとう、大好きです、ありがとう。やばい、めっちゃ早く終わる、時間全部ミスった。次、誠さんありがとう。みずみんが3列目中央からぐいぐいとセンターに迫ってくるのは、追ってくるのは、迫ってくるのは嬉しい。今まではほとんどイベントに参加できなかったけど、これからはもっと参加していきたい。ありがとう、誠さん15分まで、お、ちょ、まあちょうどいいぐらいか、上手だった時間配分。ねえ、いつかセンターに立てるぐらいのアイドルになれるように頑張るので、これからも応援してほしいし、ね、イベント参加できなかったけど参加していきたいって言ってくれたの嬉しいです。待ってます、誠さん、一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。このシングルもよろしくお願いします。どうも、まことです。お、エイトラブさん、まことさん会いに来てね、ありがとう、コメントくれて、これからもよろしくお願いします。次、カズさんありがとう、さんありがとう、これからもあんこちゃんズ、 HN 違ってごめんなさい、ありがとう、全然こちらこそありがとう。次、ナッカーさん、今回のシングルでもみずみんが選抜メンバーとして輝く姿を見られてめっちゃ嬉しいです。いつもみずみんの厳しいツッコミに対してうまく答えられないのですが、ね、いつも圧に答えてくれない、逃げようとする何事にも全力のみずみんにたくさんパワーをもらっており、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう。ハンドネーム、ハンドルネーム、ハンドルネームか、 HN ありがとう。ナッカーさん、お仕事忙しいのにね、6月はたくさん公演で会えて嬉しかった。これからも私のところにもちゃんと遊びに来てくださいでもね、愛伝わってるよ、好きでいてくれるんだなってわかるから。まあでもこれからも熱には耐え続けてくださいね、中さん
これからも圧はかけ続けますが、逃げないでください。いつもありがとう。もちろん行きますよ。大好きです、大好きです、ありがとう。ラストになりました。ラスト、吉高さん、ありがとう。みずみ、また会いに行くからね。暑いから体調気をつけてね。吉高さん、ありがとう。嬉しい、会いに行くからねって言ってくれると頑張ろうってなります。みんなが会いに来てくれると嬉しいです。ミーズね、暑いからあの体調管理お互い気をつけて、会える時にしっかり会えますように。これからも応援よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、吉高さん。ということで2部も終わりました。じゃあちょっと15分までお話ししようかなって思います。あ、じゅんさん、ありがとう。ね、64枚目シングルはそうだな、2列目に上がることができたり、うん、2作連続選抜に選んでいただけたり、嬉しいことが多い分、やっぱり次も入りたいっていう気持ちがもう選んでいただいた時から強かったので。あ、ヤシさん、パンジュさん、ありがとう。どんどん上を目指して前に進めるように頑張りたいと思ってるので、皆さんもうぜひ会いに来てくれたりとか、こうしてイベントとか参加して一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。私もみんなのことを覚えられるように努力するしね、一緒に楽しい時間を増やせるように頑張ります。次のリミスタのネタあるから頼んだ。早いよ早いけど、私もねこうしてリミスタとか、あとはファンミーティングとかすごい楽しくて好きなので、いっぱい参加できますように。あきさん、ありがとう。あ、清正さん、よろしくお願いします。こちらこそありがとう。記憶力いいから大丈夫。いや、記憶力ね最近良くないのよ本当に。だからちゃんとしっかり覚えれるまで時間がかかっちゃったとしても、何回もくじけずに会いに来て教えてくれたら嬉しいです。ね、このシングル期間も楽しみましょう。あとは MV とかたくさん見て曲も聴いてくれたら嬉しいです。今度こそ申し込むね。今度こそ申し込んでね。ありがとう、みさきちゃん。ね、なんかリミスタやっててさ、会いに行くねって言ってくれる方が増えたような気がしてとっても嬉しいです。ぜひ現在64枚目シングル握手会オンラインお話し会受付中ですので、これを機に気になってくださった方、追加したいと思ってくださった方はもうすぐ受付お願いします。おすすめの日ツイートするので、それ見て決めてくれたら嬉しいなって思います。宣伝していきました宣伝大切です。オンラインしたことない。オンラインはね結構好きなところでできるので、のびのびとできる感じが私は結構おすすめだなと思うので、ぜひオンラインもよろしくお願いします。買い増しします、ありがとう。完売あといくつぐらい目指す。え、いくつと決めずにもういっぱい目指します欲張りかもしれないけど、でももっともっと完売できるようにね、一人でも多くの人が会いに来てくれたら嬉しいなと思います。9月なんとかしていきますね。待ってるね。そう、オンラインだとうちわとかを見せることができるので、作ったよとかこれ持っていくよっていううちわとかはオンラインで見せてくれたらすごい覚えやすいし、そう、なんかそれを持っていく前にこれも作ったよとか見せてくれたら、あ、見せてくれたやつだって覚えられるので嬉しいです。ありがとう。明日また会えるまで体調には気をつけてね。ありがとう。
そう、グッズとかも見せられる。あとね、歌を歌ってくれたりする人もいるし、結構自由な感じです。知り合いのお宅を誘ってみますね。ありがとう。そう、どんどんね、みずみんいいよって言って輪を広げていってもらえたら皆さんも嬉しいです。そうなの、この後レッスンなの。頑張る。みんなは何するんだろう。寝る時間も早いよね。なんて素敵な、歌わなきゃ。なんて素敵な、みゆが歌わなきゃ。お風呂入る。そっか、サッカーか最近は。仕事も慣れます。頑張れ。リミスタを100回見直します。ありがとう。初見の友達握手会誘っていきます。嬉しい。ミュージアム出てる公演 VR 見るかな。ぜひ見てほしい。結構ね、公演見て好きになりましたって言ってくれる方が多いので、結構公演見てほしいです。公演は頑張ってる。もっと頑張りたい。なんかパフォーマンスも良くなれる、良くなっていけるように練習するので、その成長とかもね、見守っていただけたら嬉しいです。そうよ、ツアーも今月。早いよね。公演入りたい。そうなの。公演ね、当たらないって方がめちゃくちゃ多いの。なんか2ヶ月当たってないとかよく聞くので。でも私はもうずっと公演っていうか秋葉原で待ってるので、懲りずに会いに来てください。懲りずに申し込んでね。ということでライブランキング読んでいきます。いきます。15位ともさん、ありがとう。14位のりさん、ありがとう。13位クリンピーさん、ありがとう。12位陽一さん、ありがとう。11位パンチさん、ありがとう。11位、10位モッチーさん、ありがとう。9位ブルーさん、ありがとう。8位ヤスさん、ありがとう。7位ウルちゃん、ありがとう。6位アッキーさん、ありがとう。5位ネタロウさん、ありがとう。4位下ゆさん、ありがとう。3位ジュウさん、ありがとう。2位トシちゃん、ありがとう。1位淡路の黒ひょうさん、両方1位だ。ありがとうございました。1、2部ありがとうございました。リミスタとっても楽しかったです。64枚目シングルも活躍していけるように頑張るので、応援よろしくお願いします。申し込んでくれてありがとうございました。ちょっとスクショタイムしようかな。これもと行けた？行けたかな？サイン届くの待っててください。ということで15分になったので切りたいと思います。じゃんけんピース。では皆さん来てくれてありがとうございました。また次のシングルでも会えますように。これからもよろしくお願いします。バイバーイ。したっけ。おやすみずみん。バイバーイ。切ります。